セルゲイ・オルデンブルク、セルゲイ・ヒョードロビチ・オルデンブルクは、ロシアの東洋学者。ピョートル一世の時代に、メクレンブルクから移住、定着した貴族のオルデンブルク家出身。ザバイカリエ州ナルチンスク地区に生まれる。1885年に、ペテルブルク大学を卒業し、1889年に、ペテルブルク大学の講師、1894年には、教授、ついで、 ロシア科学アカデミーの常任初期、1900年には科学アカデミーの会員に選ばれている。インドの古代文学、説話の研究者であり、1897年にロシア科学アカデミーの付属事業として大乗仏典出版会を発起してビブリオテカブーディカを出版した。これは国際的規模の事業であり、1962年までで32冊が刊行されている。 ほとんど毎年ヨーロッパ各地を旅行し、仏教美術についての指揮権を広げ、ついには、レニングラード東洋美術館の館長を歴任するほどの権威となる。リベラル派の政治家でも知られ、立憲民主党に属した。ロシア臨時政府では、文化大臣も務めている。10月革命後は一時拘束された。その後は、研究を続ける傍ら拘束された学者たちの釈放に尽力した。 しかし、スターリン時代になると干渉を受けた。レニングラードで死去。孫のゾエ・オルデンブールは、フランスへ亡命し、歴史学者、作家となった。第一次は、カラシアール・クチャトルファン・ハミなどを調査した。第二次は、トンコ方面を調査探検した。オルデンブルクからコトバンク加藤急祖、ユーラシア気法性大学出版局、1984年 113P。 加藤九祖、ユーラシア紀法政大学出版局、1984年 114P、ありがとうございます。